よし。ナルト！この世界は、いわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守る。何かを犠牲にしてしまう。やめろ、マダラ。時間は十分に与えた時間は少ないとな。残念だ。マダラ、貴様という奴は、死んでたまるか。して、負けないで。強い、必ず助かる。私のチャクラがもう。死ぬところだったぞ。こやつめ、楽しませてくれた。灰になる前に俺が殺してやる。ぶどう玉を蹴るだと？駅前先生。なんとなく前とは違う。おびとのやつが。ああ。自分でも不思議に思うってばよ。今なら全部を変えられそうだ。ぶどう玉といい、触れているのになぜ、こいつの力が急に伸びている。ロートルラセンシュリケン。やったのか。あそこにはガイ先生も。木が消えた。ガイ先生。駅前先生なら大丈夫だ。もう死んだりなんかしねえよ。八門、全て開いたはずなのに。いろいろできそうな気がすんだ、今の俺ってば。飛べるか、二代目。そういうことか。あ、四代目のマーキングとリンクさせておいた。彼の風がまた強さを。行く先を見てみたかったけど、存分に味わえた。つけ。おい、何諦めようとしてんだよ。うちは、うちは、ナルト君、ガイ先生を本当に一緒に杯を交わそう。おい、オビト、お前仲間をいっぱい傷つけ殺した。本当はこんなこと言いたくはないけど、ナルトを助けてくれてありがとう。最後に頼みたいことがある。味方でなくていい、敵としてだ。そうか、真珠そのものが。全てを一つにする時が来た。お前では俺を倒せん。球を手にしたのだ、バーガー。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、マダラ。俺はその二つの力を両方合わせ持つ存在だ。最後の戦いだ。血が上か決着をつけてくれよ、イントンライハ。サスケが、この距離、瞬身。いや、よそにすんなってばよ。ビーム、なんだあれは。ラントンコーナー。待て、来る。
かかる。サスケ、そっち行ったぞ。なんか目に見えねえのがうろちょろしてやがる。これはもう一人のマダラだ。ナルト、どうやらもう一人のマダラにはこちら側からの物理攻撃は効果がないようだ。あのウチハサスケ、奴は唯一俺と同じ直友へのシャリンガンを開眼していた。は違うつながりがあるのかもしれんな。今も俺の目としてしっくりか。それがお前の左目の能力。影のマダラにも陸道の仙人チャクラによる攻撃は効くか。お前の影は一定時間で自分に戻るようだな。奴と奴の影はおそらく少しの間重なったままだ。次も仙人の力のまま術を準備しろ。動きを封じる術、加速時間とその発動間隔、そしてそれに対する対処法を想定したか。オビトより早く生まれていればこいつを。今さらそんなことはどうでもいい。何があったにしろ先方ジトンラ戦艦しのり。それでうまくいく。ちらっとイラつくけど、うっ、今がその、なんだ、移動した。影を身代わりにしたのか。あそこだ。少しだがお前の左目の能力も分かってきたぞ。急げサスケ、マダラの先には。うわ、早くリネガンを潰せ。絶をもう止められそうにない。さすがに早いなサスケ。神、上半身だけを早く。分かってる。焦る。なぜサクラがここに出てくる。時空間へ行ってたのさ。一瞬だったよ。マダラにシャリンガンを奪われてしまったよ。見せて先生。すまない、マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。この左目のリンネガンをお前が潰してくれ。オガイ、この左目を潰してくれ。どうしたサクラ。ってことは大変じゃない。マダラにオビトのリンネガンを取られちゃう。仕込んでいた受印札が消えている。ガシに貫かせ排除した。俺自身が十尾の人中力になるにはあれが邪魔だったからな。いや、期待以上か。何がおかしい。え、なぜ俺だったんだ。お前は心の底から人に優しく愛情深い。一旦落ちてしまえばそれはこの世界への深い憎しみへと変わるからだ。もう少し必要なものが。その左目を頼んだぞ。おう、任しとけってばよ。マダラが現れたらしく。奴の影はどうした。影分身と陸道の棒でちょっといい。せ、目開けてみて。どうやってこんなあのね、口で説明すると難しいんだけども。気を抜くなと言ってるんだナルト。マダラがカカシの目を奪いオビトのところに行った。次はリンネガンを揃えて出てくるんだぞ。ほかげになる、そういった本当の意味。それってこうしてかつての第七班が揃ったのも何かの因果かもしれない。来るよ。お前たち鈴取りの最初の演習を覚えてるな。イメージャン、チームワークだ。だ、一緒に死んでやるのチームワークというやつだ。インネガンが揃ったか。下半身は回復が進んでるな。オービト、残念だが赤でお前たちに後を頼むと子供のように拝んでる。まるでわがままなクソガキだ。無理もない、この眼力。もう引かない。さくらちゃん、柱間の孫娘と同じ。
再生体の術か。届かない。なんだ。気にしないで。ナルト、サスケ君は私のこと。大丈夫。だから、あの左目。リンネガン。マダラの影が4体に増えている。自爆転生。一旦ここから離れるぞ。ナルト君たちは必ずうまくやってくれる。これが陸道の力。前の時よりでけえし数が違う。来た。影も来るぞ。影分身の術。任せろってばよ。これはこいつらの死に様を記録しておくか。我慢。魔剣手裏剣。次々来る。あった。石碑の内容によるが、裏を持つ者が月に近づきし時を照らせ。無限つくよみ。なんだこの揺れは。四時の方向、隕石です。なんて火事だ。ナルトのみんなに渡していたチャクラが消え、あのでかい木も急に消えた。なんだ。どうした。ちょ、月を見てみろ。次ので隕石は全部粉々にしっから、もう大丈夫だってばよ。行け。急に降りてくんな。お前まで螺旋神経に巻き。こら、もっと静かに着地しろ。あの目、まさかマダラの術がもう。大名様、大変です。起きてください。大名様、外が大変なことに。夜なのに昼のように。日は影をも貫き見通す。どういうことじゃ。体が動かない。ナルト君。ナルト、今はダメだ。薄さの光を通していないのか。ネガン、この術をも退けるか。クタスサノーがなければお前も奴の現実に縛られるぞ。気を待て。はい、コタン。真珠の生命エネルギーで人々を縛っている。なぜわしはかからない。ヤマトか。あれ、ここは自家ヤマト三代目。いまわしきチャクラなき夢の世界の始まりだ。アダラの術が発動した。強力な幻術だ。全員その幻術に落ちただろう。助かったの俺たちだけかもな。無限つくよみか。今頃みんな夢の中だ。いつ出れんだよ。月の光で幻術にはめるようだ。その光は徐々に弱まりつつある。マダラ、お前がうちはを語るな。語っていいのは兄さんだけだ。やはり光を通さなかったか。なお現実から覚まさせるにはどうすりゃいい。リンネガンの現実はリンネガンで処理で。世界の救世主たる俺がな。まだ。あの額の目。
ープ影4体に四方を囲まれてるぞ。彼らには何もさせん。今この世の因果を断ち切った。こんなの嘘っぱちじゃねえか。あの幸せの邪魔をしているのだ。やめた世界は、俺は地獄を天国へと、違いをようやく正したのだ。山も俺も目的は一緒だった。そして一緒に行動を始めた。界に駆り出される。忍びの世界を変えようとしては腹の奥、腹頭で見せ合うことはで、憎むことは決してやまない。どうなった。忍び同士の戦いは止まらぬ。一次忍界大戦、第二次忍界、第三次忍界大戦だよ。それが柱間の作った忍び世界。おとなしく美獣を渡せという提案はしたはずだ。今人は皆真珠の中でそれぞれが幸せな夢を。俺は忍びの長き戦いの歴史から救世主として争いを取り除いたのだ。理解しろ。全て終わったの。違う、まだだ。